芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。こんばんは。今日はあなたがテコリスト129回目。いやー、喉酷使した。どこでどこで今の129回目。あー、なるほどね。ちょっとしっはいはいはい。はい。そうか、129回目か。いや、そこよりも、その流れね、多分ね、120回以降ずっとやってる気がするんだ。惜しいですね。もうちょっとで130回だから、どうせだったらもう130回って言っちゃった方がいいんじゃないですか。言っちゃった方がいいんだけど、それも年上げなんだよね。ねえ、というわけで、はい、あれだ。もう、2019年も最後なので。なんだって？ここで、ちょっとおしとやかに。はい。自己紹介したいと思います。あ、はい、しましょう、しましょう。完全に忘れてました。やった。今日は俺の方が覚えてた。なんでだって今日朝にね、この収録時の朝に、127回目か8回目の編集してきたから。ああ、じゃあもうね、流れは分かってる。流れは分かってんです。はい、では。いうこと言わないと。はい。はい、今年最後の、自己紹介でございます。はお本芝居企画テコール、作演主催、そしてこの番組のメインパーソナリティの AKR と、アシスタントのあなたの斉藤優です。わお、来ましたね。大丈夫ですか？音割れしませんでした。大丈夫ですか？割れると思う。そこだけあれ、線でビッて下げとくから、ね。そうなんだよね。割と、どうでしたか？1年間走ってみました。ざっくり。はい。ざっくり。もう走りましたね。ねえ。もうなんですかね、私なんかはもう、去年のですね、はいはい、12月にありました、塊メンバー公演、はいはいはい。あれからね、1月に変わった感じが全くなくて、あそこからずっと走り続けてる感じがありますね。おー、じゃあまだ2018年なんだ。そうなんですよ。なんで斉藤優は未だに2018年です。気づいたら2020年。1年間何やってたんだ、俺。走ってたね。きっと走ってたんだよ。走ってましたね。ねえ、もうゆうくんに、まあ本当にその18年の12月ぐらいかな、11月か12月ぐらいからだよね、ゆうくんアシスタントになったの。あ、そうなりますか。じゃあもう、私は1年経ったってことですか、うん、もう経っちゃったんじゃないの。だから年末にやった、はい、SF 祭の時にはもうゆうくんだったもんね。あ、そうでしたね。ねえ、あれから1年でございますよ。ああ、早いもんだ。早いね。でも、今はまあ、キワンの段の稽古真っ只中でございますけど。そうですね。愛も変わらず真っ只中でございますよ。そうです。でね、まあ、やっぱり年末最後ということで、はい。ちょっとしっぽりとね。しっぽりと。私たち二人で、年を越そうじゃないかと。あ、そうですね。でも、お互いの家別々なんだけども。それもう、真反対ですか。真反対。東京挟んで真反対で、埼玉と千葉だもん。こんな時ぐらいしか会えないんですよ。そうですね。じゃあ、いつも、もうしっぽりと、おこそかに。おこそかに。特にないんでしょうね。そうですね。みんな大好きな蕎麦食べてますか？まだ早いな。まだ7時だから。伸びますよ。伸びるな、今から用意したらね。でも、毎回どう？年越しは蕎麦食べる派？蕎麦基本食べてますね。うん、あれってさ、夕飯食った後に食べる？もちろんです。ああ、やっぱりそうだね。夕飯で食べて飲んで、ぐでーってなって、うんうん、もう、あれですね、もう某局の、ゆく年くる年。ああ、そっちを見てんだ。見てますね。うん、うちもあと、紅白か、笑ってはいけないかを交互に見てる感じかな。ああ、確かに笑ってはいけない面白いんですけど、あれ見てるといつまでか年が変わってるんですよ。そうなんだよね。あれはないんだよね、カウントダウンとかね。そうそう、あれってなっちゃう。ああ、変わってるっつって。でも、うちね、だいたいあれなんですよ。11時、まあ、23時半ぐらいから蕎麦食い出して、おうおう、で、
45分とか50分ぐらいにもう近くの神社に家族で行くんですよ。初詣に。そうなんです。本当にその年越しの瞬間に、うん、行くんだね。うん。本当に実家の近所にあって。うん、あ、そうなんだ。でも、もうでもね、11時、10時ぐらいからもう並んでらっしゃる。あ、そんなにいっぱい、うん、すっごい、本当にちっちゃい神社なんだけど、うん。うん。ブワーって並んでて、そんな、年越しな、逃げへんよって思いそうだよ、神社はそこで待ってるよ。待ってるから。で、そこでお参りして、うんうん、で、家に帰るルートの中にもう一個、あるのよ、お寺さんが。あ、はいはい、うん。で、今度はそこで、鐘つきをして。鐘つきって何？ 108個の、ボーン、ゴーンって。ああ、鐘、はいはい。うん、で、あれを。108回やってくるってこと？一人じゃない。運がいいと、その108回分のうちに入れるわけよ。あ、そういうことか。うん。昔ね、実は、一人ずつ108回売ってくるわけじゃない。すげえ。まず、一人目のプレッシャーすごい。多分俺が本当なんだろうな、と思いながら。二回目の人はどういう顔していい？そうだね。109回目からスタートになるわけでしょ。どんどん煩悩が増えてっちゃってる。増えるわ。で、そこをちゃんと並べると、その100回の中に、はい、入れて、ちゃんと鳴らせるわけよ。あ、そうなんだ。じゃあもう整理券とか配ってんのかな？ああ、でも、そこはで、なんだ、その、なんかのお寺さんの人がちゃんと数えてって。はい、カチカチカチ、野鳥を数える会みたいに。本当にそんな。あ、そうなんだ。一人、それは連続じゃないけど、うん、位置つくじゃない？そしたらカチッつって。で、時間見て、どうぞって言われて、ゴーンつって、余韻もちゃんと考えて、ありがとうございました。次の方っていう感じで、行くの。そう。めっちゃ緊張すんねん、そこ。そうだよね。で、たまに緊張しすぎて、打つ木のところがさ、コポンってなってる。はい、カチカチってなるんだけどな、つって。めっちゃ後ろ並んでる人に怒られそうだよね。お前のせいで一人分減ったぞ、つって。ちっちゃいの2回なったな、みたいな。わ、プレッシャー半端ないっすね。まだやったことない、それ。じゃあもう来年っていうか、もう年越しもそこでね、そうですね、よって、うんうん。今年も実家には帰りますので。ああ、近くのところ、私も実家帰りますけどね。初詣なんか、うちらはやっぱずらしていっちゃうよね。ああ、三が日中にっていう感じ。いや、もう言ったらもう2月3月ぐらいに。あ、そうなんだ。そんぐらい、うん。はあ。あんまりね。うちも数年あれだね。そういう年越しと同時に。うん。うん、で、昔、何回かだけね、テコールだけで、はい、だけっていうか、テコールに関わった人たちと年越し2回かな、1回かな。あ、やったの？うん、やったの、うん。で、その時はまあ、そのまんま、新宿ぐらいでみんなで飲んで年越して、うん、で、花園さん。花園神社。浅間神社さん。浅間神社さん。うん。ところに、お参りに行ったけど。へえ、うん。俺もね、まあ初詣だからあれなんだけど、まあ普通のプライベートな初詣はその、家の近く、近所の方でやって、はい、で、芸能の初詣は、浅間さんの方に、花園神社の方に行かせていただくという。あ、そう、もう、もう恒例行事みたいになってます、ね。そうですね。毎年絶対2回、2回行っちゃってんだよ。2回初詣するってことです。よくわかんない。どっちが初詣？まあでもほら、お仕事用とね。あ、そうですね。一応分けたつもりでなってる。あ、そうなんだね、うん。やっぱそういうところは信心深いですか？そりゃそうでございます。やっぱ芸事ってのはね、神に通じますからね。そうですね。なんとかしてくださいくれたい祈り続けて、ね、何十年ほんと、このね、スポンサー募集してますから何年なんだね。まだまだ募集してますよ。募集しております。2020年も変わらずに募集しておりますので。そう、そのお年玉をあげるんではなく、テコールに寄付していただけます。ぜひお願いいたしますなんかね、来年もなんかさ、来年ちょっと企画とかもやりたいね。いやー、やりたいっすね。ね。なんか、多分まあ来年また動きが変わってさ、はい、なかなかそんなにしょっちゅう、お互い顔を合わすってことが少なくなるかもしれないじゃない？あ、そらして、そらして、そらして。みんなもうプンプンしながら。なかなか目が合わないな。顔合わせるっていうより目を合わせないよ。それなんで会いに行ったんだろう。もうだからなんかまあ月にさ、一回でも会って、はい、まあ二回かな。ねえ、さすがに一回に4本撮り辛いじゃん。そうだね。二回。4回目とかわかるよね。もう疲れちゃった。もう喋ることねえんだ。
もうあの、某あの、テレビのあの、芸人さんがやってる、まあ、玉テレの番組とか、はい。日に8本撮りとかあるらしいから。プロだね。ねえ、すごい。みんな最後の方ボロボロらしいよ。一日でその、1ヶ月分終わらすんだって。撮っちゃうんだ。うん、わー、立派立派。すごいよね。まあさすがにそれはね。だけど。なんか、来年は企画も多くしながらの、このラジオだからこそ楽しめるものとかにね。そうですね、うん。もうどんどんそういうね、新しいことをね。ね、うん、今年結局だ、さすがにもうこの時期というか、まあ、ショートから怒涛だったじゃん。はい。うん。ねね、さあ、なかなか飲み屋会とかも取れなかったけども。取れなかったですね。ね、なんか、ね、なんだ、その、この放送圏内食べ歩きツアーみたいなのもできなかったしね。ね、だからもうそういうのね、うん、もうちょっと地域密着型みたいな、そうだね、ことやれたらいいなと思ってますけれども ねまた、うん、来年はじゃあそれをちょっとメインで行きましょうよ、はい、やってみましょう、うん、ね、もう月1回は必ずどっかで飲むみたいなどっかで食べ歩くみたいないいじゃないですか、ねね、ちょっとねこの今日はあなたがテコリストをね、はい、もっと大勢の人に聞いていただかないと、そうですね、うん、だったらもうね県外を飛び出してですね、ああ飛び出そう、グアムだハワイだ行って聞いてますか皆さんサイマルラジオでつって聞こえるかな、これあれやん、グアムハワイ行くやん、はい、結局編集は日本でやるからただ夏の楽しい思い出を楽しかったです、ね。楽しかった。行ってきたんですよ、つって。斎藤家と若杉家はただ合同で海外旅行行ったって話で。そうだね。今見て、じゃあそろそろ撮るみたいな。撮ろっか、つって。まあでもいいね。二家族で旅行も面白いね。あ、面白いんじゃないですかね。うん。そしたらね、ほら、子供はその、たまにはうちらが見るからさ。たまには夫婦で、イチャイチャすればいいんじゃないのもう、そんな歳ではありません。恥ずかしくなっちゃうんで、ね、あれあれまあでもいろんなところ行ってね、うんうん、リポートっていうかね紹介できればいいなと思っておりますよ、ね、埼玉の皆さん大好きですよ、大好きですよまあ俺埼玉住んでんだけどそうか、俺千葉県民だ敵だなあ、埼玉の皆さんあれだ、心広いから、あ、そうか、千葉も同じだよっつって言ってくれると思うよ、多分よかった知らないけどいやでも2019年か、それこそね今年の1月に決まったさ、はいはい、その、うん、来年1月に向けて頑張っていこうよっていう第12弾本公演の話を、はいはいはい、ほんと1年間ずっと続けてきたよね、ほんとだね、そこに向けての動きというか、うんうん、結構やっぱりまあ、もうツイッターとか SNS でも出てるけども、うん、今回総勢29人、そんなにいるんですか、ね、いるんです知ってる知ってる。で、その、何、初のアンサンブルの方々をね、はい、一緒にやらせていただくみたいな。ありがたいことでございます。ね、でね、たてしさんも、ちゃんとした方が入っていただき、まあ、毎回ちゃんとした方につけてもらってるんですけど、うん、ありがたい。そうですね、今回はね、何、うん、すか、すか某有名な、そう。ね、団体の。うん。普段入られてる大きな、もうね、ええ、劇団新幹線の方のね、え？アンサンブルとかの盾の方で入られてる方と、はい、なんとね、私が10年ぶりに再会いたしまして、もっとだ、もっとだ、多分俺23ぐらいで出会ってるから、あ、じゃあもっとだ、うん、もう36ですからね、それも偶然と言っていいのかね。とある、まあ、お世話になってる先輩の飲み会に参加させていただいたときに、はいはい、その方がいらっしゃってくれて、で、あれっつって。で、もちろん、まあ、向こう、その中で僕ももちろんその、橋役みたいなもんだったので、で、はい、そこも結構大きな人数を使うとこだったんですよね。はいはい、で、アクション指導で入ってくれて、個人的にはそんなにこの面識というか。はい、いっぱいいたからね。そうそうそう。うん、で、だけど、話したときに、あーって言ってくれて。思い出してくれた。うん。で、そっからですよ。あの時うるさかった。そう。あきらくんだね。ちょっとあったかもしれない。じゃ、まだね、僕ほら、福岡時代のアクションチームいたでしょ。はい。で、できる感出してた時期だったと思う。そんな動けへんのに。芝居も下手くそなのに。いや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 。はいはいはいって言われながらね、向こう大人だから優しく、あ、動けるんだねとか言ってくださって。本当にお世話になりまして。でも優しいお兄さんでございますよ。ね、その方が、やっぱその、
普段の、あの、小劇場の盾と、やっぱりその、はい、大舞台っていうのが、ちょっと広いところの盾。やっぱり付け方だったりとか、エンタメ性の、また種類が違かったりとかして。うん。うん、で、その中で、ちょっと、今回の、その、なんだろう、手っていうのかな、はい、戦う手が、普段とまたちょっと違うよね。あ、違う違う違う。うん、かっこいい。まあ今までももちろんかっこよかったんだけど、うん、ね、たてさんもそれぞれの味を出してくださるじゃない、うん、うん。でもその中でも、初めての感覚に近いかなという。やっぱそう、たてさんで色っていうものがね、やっぱ違うから ね、それぞれいいんだけど、まあ今回もまたね、一段とかっこいいたてをつけさせてもらってましてね。そう、もう、たてさん、テコールで言うと、雪の降る音で、はい、エクスクエストの清水隆さんに。よっ！ね。つけていただきましたのが、まあ、実際2回目か、はい、の立石さんという。で、まあ、2回目の清水さんから、このなんかご縁がこうどんどん回ってくるというかね、そうですね、もうまして今回は出ていただけるっていう。ありがたい。ありがたい。うん、もう足向けて寝れないですね。清水さんのうちの方角どっちだろう。あっちかな。じゃあ、すいません。間違ってたりするけどね。ねえ、で、だからそのまたさ、清水さんも、はい、その、秋月さんっていう、今回の立石さんの手で戦っていただくわけじゃない。そうですね。ねえ、クエストさんの清水さんと、あと、スタージャンをやられてる、ね。関根さん、ね。関根さんが、立石さんのつける、素晴らしい手に。今から楽しみでしょうがない。すっごい楽しみ。ねえ。普通に見ちゃうかもね、我々もね。そうだね。ねえ、その二人の手をさ、うん、舞台上でずっと見ながら呆然として、私はもう。で、終わった後にやっぱずっとオンを言ってる。オン、気づいたらオンしか言ってなかった。オン、オン、オン。ゆうくん、もういないよ、誰もいないよって言いながら。オン。これは、他の出演者にもめっちゃ怒られるやつ。テコールやりよったな、つって。なんで見てんだよ。あいつマジかっていう感じ。まあそのぐらいね、魅了できる盾になるってことを、ね、楽しみですよ、ね。受け負いますので、うん。うん、受け負っちゃったね。受け負いました。あ、受け負いさんが。いやー、楽しみだなぁ。もう本当今から楽しみ。ね、もう年明けたら早いと思うよ。もう早いでしょうね。ね、年明けて。もう餅食って。うん、太って。すっごい、なんだ、何やるんでしたっけ。あれ、昨年だとここまで曲がったのにな、みたいな。おかしいなぁ。あ、疲れた。暑い。本当に殺される。その役目は、作演室の俺が受け負うから、主演のゆうくんは変わらず痩せ続けといてください。ね、まぁ、ちょっとずつね、今落ちててね。ね、やっぱ、顔ちっちゃくなったね。本当ですか、ありがとうございます。もう今あれでしょ、2キロぐらいでしょ。何が顔が体重が顔2キロは果たして、まあでもちっちゃいよね。そうだね。だいたい頭10キロぐらいか。あと10キロって骨だけなんですよ。骨でも足んねえわ、まあ。まあね、まだまだどんどんね、着々と減らしていきますんでね。あ、皮と骨だけになった斎藤優だっても何にもできないわ、それ。むしろお前が異形だわってどうしたっつってカナイ君カナイ君つってる場合じゃないよ、それ。周りがドン引くね。なんかすいませんって。うわ、完全に失敗したな、あの人って感じ。それぐらいのプレッシャーをね、背負ってるんでしょうね、どうやら。そうですよ。なんつっても今回のこの29名のうちの、はい、そのまあトップというか主軸でございますからね。主軸の一端をまあになって、そうなんですよ。ますけれどもね。これがティコールの、つか俺の作品の悪いところで、その、なんだろう、はい、ザ主役っていう人って、そんなにこの一人じゃないじゃん。そうですね。うん。あれがなんかあれだよね、このざっと今回主役ありますっていうのがちょっと言いづらいなって最近思ってるんで。あ、うん。うん、それはある。ね、あるよね。言ったらもうね、ボンボンボンって何本かの柱が立ってるわけですから、うん、今回もね。うん。まあその一端になってるわけだよね。そうです。この柱は任せなさい、いつでも倒してやる。もうすぐ倒れちゃった。カナイ君カナイ君、音楽大変だわ。で、まあ、大晦日ですか。はいはいはい、大晦日。もう今ね、聞こえますか？除夜の鐘が。あ、まだ鳴ってなかった、すいません。ゴーン。ゴーン。でもこれ、108回言い続けて終わりました。
ちょうど。あと10分ぐらい。すごい、なんか、呪いのラジオみたいな。この、こっから聞いた人はもう何の会話もなしにずっとゴーン、ゴーンしか聞こえないんで。時間ぴったり10分間に合わせさすがになぁ、怒られるだろうなぁ。そうだね、サボるなって言われちゃう。これ怖いっすけどって言われる。いや、あれだよ、そうだよ。はい、今回、初のこの、だハッスル FM つながりで、はい、ね、このラジオ紹介してくださった上杉淳くんも、ええ、基盤の段に、しっかりとね。出てるんですか？まさか？もう、何週間か前に喋ってるわ。そっかそっか。そう、今日もがっつり稽古しましたからね。そうですね。素敵な方ですよ。うん、声がいい。声がいい。うん、なんで張り合ったんねえ、淳くんもまた、ちょっと普段と違うところとか見せれたらいいなとね。そうですね、うん、もっと好きになっていただけるようにね。あ、逆はダメですよ。こんなの淳くんじゃないって思われないようにね。そうなった時俺もう頭下げに。ごめんなさいっつって。いや、今回の淳くんかっこいいと思うよ。かっこいいよ、うん、もうね、すごい、もう、泣かせに来るって言っ、まあ言っちゃって。言っちゃってね。いいかな？言っちゃっていいですかね。すごいね、今、淳くん知らないうちにハードルバンバン。もちろんこれ聞いてる中の方とか、なんだったらこの会社の中の方とかもね。はい。淳くんのお芝居見に来てくださるでしょうけども。あ、もうそれはね、もう、期待していいと思います。すごいね。淳くんが今もう、やめてくださいっていう顔がすごい。でも、やめてくださいレベルじゃないからね。もう本当ですよ。もうね、うん、さっきも泣きそうになりましたから、私は。本当？稽古見てて。わー、すごい。すごい、もう頑張ってるなーって。頑張れー。でも頑張ってさ。応援するぞ、俺は。うん、ね、そう。でもやっぱり、淳くんも顔色は変わってきたなと思って。そうっすね。やっぱり何まあ、一緒に出てる山田まさるさんの、はい。とか、諸先輩方がいるじゃないですか。いますね。はい。で、人たちもまたいい空気作ってくれるじゃない。そうなんすね。で、あれで、また元から真面目だけどさ、はい、その淳くんの真面目さにより一層火がついてさ、いい空気だなと思いながら毎回。そう、もうね、唯一って言ったらあれですけど、緊張感のある稽古がね。そうなんだよ、唯一に近い。他の稽古ではね、どっかからか笑い声が聞こえた。楽しいのはいいんだけどさ。そろそろちゃんとやれ。時間ないぞ。本当よ、そのうちもうね、つか、まあ、そのうち多分みんな笑ってる暇がなくなると思う。そうだね。うん、いい加減にしろよっていう空気が。その時は私もちゃんと真面目にやりますよ。その時はなんだ。その前から言ってふざけちゃダメだ、ふざけちゃダメだって。某アニメみたいな。ねえ、まあでも、もう今もすでにその、やっぱりさ、シーンに出てる人間は割と顔色変わってる人ももちろん多かったり、うん、しながら。だからそれが、この1月に入ってね、ガーッと緊張と集中が増していくわけでございますよ。そういうことですよね。そして、熱々の状態でお客様にドーン！熱っ、熱っ、熱っ！なんか今のだと捨てられそうだね、熱く。熱いパンツ！あ、見て！悲しいわ。熱すぎた。19年から頑張って作っとんねん。ね、ちょっとでもなんかお口に合えば嬉しいですね。そうですね、ぜひ食べてください。ね。さあ、もう残りも短くなってまいりましたよ。ああ、そうですか、うん。久々のお二人トークでございましたね。そうでしたね。もう毎回ゲストもね、出ていただいてね、うん、楽しかったですけど、二人っていうのは久しぶりですね、本当に。久しぶりだね。だまた来年からもね、ガツガツそのゲストさんを、はい、キャストさんを入れながらのトークを繰り広げていきたいと思います。そうですね。うん、もう話したいキャストさんは、まだまだいっぱいいますから。あるね。はい、うん、何話そうかな、うん、特に内容はない。でも、あれですよ、それこそ今年の8月に一緒になったフィフスユニットさんの、はい、方々2人もね。出てくださってますね。そうなんです。あれは本当に8月のご縁ですからね。本当そう。うん。よくね。吉本ちゃんと大井くんが。その方たちもね、まあ、フィフスと言ったら、盾がね、また、メインって言ったらいいか、見せ場のね、芝居が多いですからね。うん。それを今回、テコールにね、ガーッと下ろしてくれるって。そうですね、嬉しいね。嬉しいですね。ああ、また二人の人柄がいいね。そう、すごくいい人。うん、もうね、怒らないもの。ねね、怒らそうとしてる。何やってもね、笑顔でね。ね。
それはそのうち怒ると思う。まだまあそのお二人もね、あのもちろんあの1月の方のラジオで紹介していきたいと思いますので、はい、紹介しますよ。はい、じゃあそろそろ締めに入りますか。そうですね、もうそろそろお蕎麦食べないと。そうだからまだ7時20何分かな。あ、そっか、早かった。いやもう食べたい。じゃあ食べたい気持ちを抑えながら、じゃあ、年末らしく、はい、2020年の抱負あ言っていただきましょうか。俺はあれですよ、あのまあかねてから思ってるのが、はい、2020年はインプットとアウトプットをもっとしっかりやっていきたいなと。インプットアウトプット、そうちゃんと勉強して、あので脚本の方をねちょっと今よりも比重を多めに、はい、活動していきたいなと思っております。2020年、真面目な、うん、でしょう、はい、でゆうくんはそうですね、おせちを、おせちをまあ食べたい。どんな1月で終わっちゃうね、その抱負。抱負かなった。割と三ヶ日で終わっちゃう抱負だったけど今。なんすかね、まあ目標として、うん、はい、なんか新しい料理を食べたい。また食べる方じゃないか。それおせちでも今も一緒。なんかね、食べたことない料理をね、食べてね、みんなに伝えられたらいいなと思ってます。それはいいですね。このラジオ強テコ的にもいい感じの。ね、知ってますか？タピオカって知ってますか？古いぞ。食べ物に限らず、ね、新しいことやっていきたいなと思っております。はい。はい、じゃあ、2019年のこの時間はこの辺で。はい。はい。この時間のお相手は、芝居企画テコール AKR と斉藤優でした。それでは、良いお年を！バイバイ！ポポーン！